変わったことはないか。あ、まずはお茶でもいかがでしょう。茶？アザモの菊は良い酒を作ると聞いたが。まあまあ、こちらへ。失礼を。外では本心を言えなくて、猛虎に聞かれると思うと。ここにも猛虎が。おかげで樽はすっからかん。味はわかるようだな。お主の酒は島の誉れだ。奴らの酒なんて馬の小便ですから。馬の乳と聞いたが。それが酒だなんて。奴らはいつ戻る。じきに。俺に任せろ。お主は隠れておれ。奇襲する場所を探さねば。みんな集まりな。蔵の裏に隠れるんだ。顔出すんじゃないよ。ここにいるお侍さんが猛虎と話をつけてくれる。
す。勝負しろ、やめつかい。リドルボドルンデリクスムジェルセン。アダテキガラチ。お見事でございます。じきに仲間を探しに猛虎が来るぞ。お守りください。酒ならいくらでもお出しします。お代も取りませんので。ひとまず逃れた方がいい。有明の小金寺へ行け。かくまってくれるはずだ。かしこまりました。Thank you.
日も寝ておらぬようだ。一時だけでも休めればな。誰が相手だ。Nemen would not nemer quit!槍川の乱の後、叔父上と父上は湯を見つけたと聞いたが、もしやこれか？
他の連中はどこだ？知りません。私は通りすがりです。嘘をつくなら舌を切り落とすぞ。本当に知らないんです。奴らの言うことだって嘘に決まってる。なんだ。向こうから音がした。近くにいるはず。油断をするなよ。誰が相手だ。
が湧く方にお会いいたしましょう。はるか昔、ただよりなる者の負が、アザモ村を海賊から救ったのです。お侍、どうぞこちらへ。面白い話を知っておるようだな。アザモで会うとは驚いた。お互い民が求める地へ行くようで、あなた様にも益ある話。幾百とせの昔か、長尾忠頼公、音に聞こゆる弓取りなり、さとき飛車にて矢先外れず、弓矢八幡の覚え意図めでたく、弓取りに鎧を賜る。軽けれど敵ことこの上なし。殺しも海賊浜辺の村を略奪し、アザモ浦の民を皆殺しにせんとす。民は皆走り散れど、忠頼公八幡の鎧をつけ一人で立ち向かう。海賊ども押し寄するに、忠頼公を引き固め矢を放てば、およそい殺し、残りし者の刀も鎧を通らず。幾とせの後、忠頼公往生のほど、八幡の鎧も消えうせっけり。人の曰く、忠頼公の末裔なる者これを持ち、ただ対馬を守る強者の訪ね来るを待つ。紫の冠という地が忠頼公の言い伝えの中に残されています。そこはアザモの北にあり、紫の菊が咲き乱れ、忠頼公もよく参られたとか。猛虎を倒すためならば手段は問わねえ。良い鎧なら手に入れたいものだ。比類なき鎧にございます。そして紫の冠で今も眠っているはず。こっちだ、トラ。
しっ。Дара мухтарч чадахгүй. Өчүүхэн харах. Өөрийгөө долоохоор явчихсан. Улаан бэлэн байна. Ямар нэг юм харав уу? Өсөлт дуугдж байна. Тэр энэ хавдс байгаа. Самбарат болоод хөдөл болоно. Ямар нэг юм харав уу? Энэ харагдахгүй байна. Өсөлт дуугдж байна. Тэр тент бага юу? Юм уу? Оцей. Ямар тааш бэлэн байгаарэ? Ахаа дуцруулж хөдөл болоно. Ой, өнөө гэгч хардаа. Тэр биш байж. Ара таавал алнаа. Иргэн төрнөө шатрах хэрэгтэй. Ой, өнөө гэгч хардаа. Ah!
ってはるか。Энэ үхчихээ. Тэр тэнд байгаа юу? Уцаа дэрж мэдэн сэрэмжтэй бай. Дараа мутарч чадахгүй. Yeah.
Энэ өвсөн дундад байгаа. Оо амха, ямар нэг юм харв уу? Юм алга. Тэр тэнд байна уу? Тэнд хоригддаг хүл. Уцай. Ямар тааш бидэн байгаарэ? Дөрөө мотор садаггүй. Thank you.
хүн бай нуда. Aşağı yap çok. Ямар нэг юм харуу. Уцаа дээрж мэдэн сэрэмжтэй бай. Тэр очиж бари. Алдчихсан. Ah!
今は昔、対馬の双子がその身だけでなく。美しい弓をお持ちでいらっしゃいますね。これでハヤブサ王も落とす一夜を放てるでしょう。行善様のお話聞いたことある。あの盲目の講師がいつも新しいお話を聞かせてくださる。太刀についての御用があればお役に立ちましょう。鋭さと切れ味が増しました。また頼むぞ。一目だけでいいから。またいつでもお越しください。立て直しましょうか。もう鍛えられません。道中どうかお気を。そうか、高麗と本土の中間だ。弓を見て差し上げましょうか。恐れながら素材が足りないようです、お侍様。
番手は誰だ。この太刀、お前が死んだら俺が使っ。紫の菊だ。この花のことを奉仕が話しておったな。冠に続いておるはず。ここが冠、忠頼の鎧があるはず。こうだ、まだ新しい。中に何かあるようだ。忠頼の庵への地図。血を抜け。シーサンドラ出して、サムライ。おお。
しろ。あの鳥をご存知ですか？どのような鳥のことだ？金色の鳥です。鳴き声を聞くと平和だった時を思い出します。ああ、母上はその鳥のことを何よりも対馬のことを知っておる生き物だとおっしゃっていた。その通りでしょうね。もしこのような時でなければあの鳥を追ってどこに誘ってくれるか知りたいものです。俺が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控えておけ。そういたしますね、酒井様。ここにも紫の菊、忠頼の庵は近いな。
険しすぎて登れぬ。別の道があるはず。誰の墓だろうか。紫の冠と同じ子を焚いて間もない。時は経ち流れ静まる。ただよりは安き心もて弓ひかばあまたを射抜く。長尾家の家紋だ。忠頼の一族。ここで何をしている。即刻立ち去れ。争う気はない。我が名は酒井陣、志村殿の甥だ。嘘をつくな、盗人め。覚悟するがよい。殺したくはない。諦めろ。様の墓所を土足で荒らすとは不届き千万。忠頼様の墓所を汚しおって。殺したくはない。諦めろ。忠頼様の墓所を土足で荒らすとは不届き千万。
忠頼様の墓所を汚しおって。敵は同胞にあらず、猛虎だ。薄汚い盗人風情め。負けてなるものか。立ち泥棒がよく戦うな。したくはない。諦めろ。忠頼様の墓所を土足で荒らすとは不届き千万。忠頼様の墓所を汚しおって。敵は同胞にあらず、猛虎だ。薄汚い盗人風情め。負けてなるものか。立ち泥棒がよく戦うな。我が名は楓、忠頼様の末裔です。侍は全て殺されたと聞き、てっきり墓荒らしかと。賊ではないが、ご先祖の鎧を探しておる。あなたにお譲りできれば良いのですが、鎧は行方知れずで。探す手立てはないのか。古い書にこんな一文があります。忠頼公はアザモウラを永遠に見守ると。鎧の隠し場所を示しているのでしょう。鎧は千里眼を授けると言われています。どうか忠頼様のようにか弱き民のためお使いください。アザモウラを見守る村の裏にある山か。Thank you.